信長の野望を。神聖。度重なるゾンビアタックに苦戦するもなんとか毛利の本城を陥落した我らが三浦安人。清ちゃんも仲間になり毛利は風前の灯火、こっちもゾンビアタックで残りの城を削り取るぞー。そして年明け、一人の少女が大人の仲間入り。三浦玉、安人の娘が神ゆえ。安人は徳姫と結婚させたので、こちらはご隠居家康のお孫さんでございます。この世界でも徳川の血脈が日の元の支配者になりそうだぜ。さあ毛利攻めの総仕上げだー。その辺から兵を逐次投入する簡単なお仕事。まずは水戸屋城が陥落。ロリコン剤の食材に励む利家が山吹城を陥落。お、利家ちゃんと罪を償っておる。米切れ寸前安人が周防高森城を攻略。1ヶ月で3城ゲット。本城になってたので武将も大量。大内義興と豊臣秀長うんこまん荒木など有能な家臣をゲット。あ、長祖壁がしれっと串崎城取ってる。援軍依頼出したら速攻壊滅したくせに、後から兵出しやがったのか。東洋で南部さんがやってきた。え、その人は北国の。とうとう南部、滅んでおります。あららもう北条にやられちゃいましたか。うちも頑張らんと。逐次投入ゴリ押し先行3ヶ月でなんとか津和の城攻略成功。地道な泥仕合。残す毛利の城は一つ、上祖壁も近づいている、誰でもいい、とにかく急げー。お城の所有権は先に触った方のもの。このままではまずい、米が足りない。ここで壊滅したらかすめ取られるぞ。誰でもいい、援軍来てくれー。あの旗の家紋、もしや。おまわりさんこの人です。幼子はおらんかー。なんという執着。でもこれなら間に合いそうだ。うわ、毛利も隣蹴散らしちゃったよ。うわ幼女強い。これは引く。でも武功あげちゃったし、どっかのお城に一族まとめて封天してあげましょ。こうして幼子をさらう妖怪により、毛利家は滅亡した。さて毛利のラストワン章はご覧の通り。大毛利家の豪華メンバーゲットのチャンス。SSR 毛利も隣来たー。これで合戦の秘境臭い特性も使えるぜ。100人の武将ゲット。西を完全制覇したし安人ももはや天下人だぜ。いや北条と日の元を二分してる状態だし、天下人とはちょっと言えない感じ。それどころか地方統一も北条のせいでできない始末だよ。こりゃ北条と一戦しないと終われない感じだな。現在の勢力情報はこんな感じ。一応表面上は平和になったし、数年内政頑張って最後にどでかい合戦だー。他の従属してる大名も吸収したいし、数年力を蓄えてみるか。富国強兵すっとー。西の管理を簡単にするために武将の大規模配置替え、新たに軍団も新設。軍団長は三河武士の鏡、鳥居元忠を鏡山城に配置。鏡と鏡のダジャレで軍団長決めたのか。いや鳥居のおじいちゃんお気に入りだからだよ。ダジャレもあるけど。おい、強い武将の配置替えを頑張った。2時間くらい。特性とかも考慮して配置するとマジで時間かかるんだよな。心が折れかけた。そういえば官職を朝廷との親善で最高まで上げたことなかったので、こちらも挑戦。イギリス人が朝廷で幅を利かせてよいのだろうか。蹴鞠がフットボールに変わるかもね。なあほな。そして勢力拡大のつもりが台風でむしろ縮小するのず。ダメじゃねえか。復旧に年単位かかるかも。いとかなし。帝より左大臣を授かりましたー。ここまで上げるのに5年、ついに最高官位を手に入れたぞー。これで思い残すことはない、あとは北条との決戦だー。大型の台風が上陸したようです。こんちくしょう。安人は雨男みたいだな。また、復興作業しなきゃ。どんまい。そして半年が経過。復興は終わってないが、そろそろ北条と田元を分かつ時が来たぜ。およそ6年で26万ほどの兵力を増強。北条も10万くらい育ってるぜ。維新も1360となかなかのもの。兵糧も金銭も準備万端。お城の個別情報はこんな感じで、多いところで兵力2万くらいです。うおうおう、北条、ラスボスバトルしたいから婚姻同盟解消してー。あまりに理不尽な理由に家臣たちの忠誠が激減する。すまぬやらんとエンディングに行けんのじゃ。わかっちゃいたけどこれはひどい。出奔祭り待ったなしだな。有能な家臣を家宝配って引き止めましょ。清ちゃんにはカルバリン砲をプレゼント。日本の誇るエンターテイナーに何持たせてんだよ。そういえば信長の野望新生のエンディングテーマ雷鳴は、清ちゃんの公式ページで聞けるよ。そうなのな。北条との決戦地は威風大狙いで小諸城に決定。
北条の動員数45万に対し、安陣は60万くらいか、これはいい勝負できそうだぜ。手花をくじく出奔祭り。でも主要メンバーの脱退はなかったので一安心。では皆のもの良いか、最終決戦じゃあ、進めー。北条に勝ち込みだー。うようよ集まりおって、虫けらどもを蹴散らせー。北条総運隊などもろいものよ。え？今川氏なんでもう戦ってるの？あ、今川氏駿府城の城主にしてたから、停戦明け同時に軍制圧に勝手に出た？一番苦戦しそうな北条総運、合戦前に壊滅とはこれいかに、やっちまったな。まあいい、集結した北条勢と決戦だー。相手は名人九太郎こと堀秀政、油断するなー。イケメン採用でノップ故障から大名まで出世した大物か。スタメンメンバーはご覧の通り戦国最強をご用意。安陣と長政以外は全員固有戦法あり。あとご隠居家康に金ピカ鎧渡して、防御159とか頭おかしい仕様になっとる。百科ー、最強軍団で俺つえしてやるー。それではドリームメンバーによる最終決戦、開戦。ご隠居家康は正面の要所の制圧、そのまま防衛。明智光秀はご隠居のサポート。ナイスなハゲの動産は中央の要所に進め、長政も後に続き中央の主導権を取るのだ。毛利も隣の次男、吉川晴元、落石の要所を制圧し、豪の一矢にて矢の雨を降らせよ。安陣は左翼方面の遊撃、信玄公は左翼の要所制圧をなし合わす。おっと服部半蔵忘れてた、忍者だからって影が薄いよ、半蔵も左翼方面よろ。さあ皆の者指示は行き届いたか、北条を蹂躙せよー。まずは元春が落石ポイントを制圧、高台から援護射撃だぜ。長政がいい感じに中央取ったし、ここで待ち構えるぞ。目の前にいるのは東国無双の本田忠勝か、相手に不足なし。徳川家の中心なのに敵方で参戦してんじゃねえよ。堀秀政、大将なのに左翼を一人突貫しとる。突貫するのは信長の、だけにしときな。安陣後ろから攻め立ててあげなさい。うほ。東国無双本田忠勝、見せ場なく速攻撤退。我らの勢いは止まらない。右翼のご隠居家康と沢森康を撃退。名だたる武将すら寄せつけぬ強さ。俺強えー。本田忠勝、討ち死にいい。これが生涯戦で傷を負わなかった男を討ち取る最強の軍勢だー。最終回でここぞとばかりに言っております。イギリス人も鉄砲撃って頑張っております。地味な活躍。くらえ、落石だー。おいバカ下に長政もいるんだぞ。ご安心ください。不思議な力で味方には当たりません。不思議な力か、それなら安心だ。撃て撃て撃てー。高所から一方的に矢を放てー。敵大将、無謀な突撃で撤退。戦の名人と呼ばれておきながらこれはひどい。お、猛将と名高い長野成政が出てきたぞ。こっちに期待だな。さらば穴掘り名人。こらこら。百科ー、我が軍盛況なあり、我らの力を天下に見せつけろー。これにはよくわからない人も爆散。成田康末かな？いや雰囲気似てるだけで違う人じゃね？誰だろう。わからん。っていうか今ので指揮優勢勝ち？おいおいラストバトルなのにこれじゃ締まらねえな。せっかく固有戦法メンバーで固めたのに、戦法使う前に終わるとはこれいかに。勝ち時をあげよ、かーったどー。ちょ私の決め台詞まで取らないでよ。へへ。結果は本田忠勝含め、5倍の兵力を打ち取ったけど非常にもやる結果。こりゃもう一戦やるっちゃあるめー。だな。この印籠が目に入らぬかー。この印籠は、水戸光圀公。いえ、三浦安陣です。このどうでもいい三文芝居には立花宗茂もびっくり。威風強で城3つと22の軍をゲット。成果はまずまず。北条勢はまだ羽虫のごとく集まっておる。もう一戦でかい合戦を狙うぞー。これだけいればもう一回威風強いけるか？よし、なんとか調整できた。合戦だー。お、敵は北条氏康。大名同士の合戦、ラスボス戦にふさわしい相手だぜ。それでは真のラスボスバトル、開戦。左翼は赤鬼井直政。安陣は渡河ポイントの確保。長政は目の前の要所の制圧。松平の清康は安陣に続け。信玄公は中央の渡河ポイントに進軍。カッチカチの家康は右翼で肉壁をなし合わす。明智光秀はご隠居のサポートをお願い。そして最後に初陣の世継ぎの玉ちゃん。この合戦にて世界に名を知らしめるのだー。進めー。宇治康を倒し天下を統一するのだー。右側の渡河ポイントは敵が来る前に進めそうだ。このまま渡河し、敵を蹂躙せよー。左の渡河ポイントは安陣が布陣。ヒーハー、撃ちまくれー。直政は敵の後ろをつけー。うほ、あんたも好きねー。
でも相手は直政の次男の井伊直孝。それはアウトすぎだ。そして右歩談義してたら、直八幡、北条氏綱が撤退。戦国有数の猛将が瞬殺だと。だあ、せめて固有戦法見せてから行けー。我々は強くなりすぎた。下妻雷霊、爆散。結構強いハゲだけど相手にならん。三河武士は最強だあ。これが天下人の輝きだぜ。ご隠居の輝きにハゲの輝きが破れる。頭を磨いて出直せー。そして右の川で挟まれ動けなくなった結城秀康が撤退。てか結城家に養子に出した家康の実の次男、まさかの最終決戦で運命の再会。さっきの井伊家の兄弟対決といい、変な運命が働いてるな。そして相模の獅子と甲斐の虎のキャットファイト。可愛くなさすぎだろそのキャットファイト。ガチ猫バトル。いっけえ、風林火山。もちろん北条氏康も黙っていない。傷だらけの相模の獅子が吠える。見事なドヤ顔。敵ながらあっぱれ。そして戦うと見せかけ信玄公は要所の制圧に進軍。トラバーサスライオンやらんのかい。結局この要所を楽々制圧し式優勢勝利でございます。また固有戦法出し切る前に終わっちゃった。強くなりすぎてもう相手にならねえ感じだ。天下に敵なしの我らの伊賀風と共に伝播する威風強王。俺つえうるせえ静かにしろ。霊夢の叫びに近所の国衆もびっくり。ごめんちゃい。白二つゲット。翌月過剰戦力の部隊で攻めてたツツジヶ崎館が陥落。さらに翌月島根が神原城を攻略。もう合戦じゃなくても楽勝だぜ。そんなことはない。まだまだ戦い足りぬ。私に戦を、血を、肉を。落ち着けバトルジャンキーの類になりかけてるぞ。そう、敵が弱すぎる。集結前に解けるなぁ。哀れ北条。結局合戦できず片手まで八形城が陥落。力の振るいがいがない。結局妥協して敵4部隊で合戦。もはやただのいじめ。だあ、強い部隊作ったのに力試しができなーい。そんな切ない叫びとともに威風が吹き荒れる。ちょっと敵をあしらっただけの威風弱。銃の軍が寝返るそこそこの結果でした。はあ、もうダメだ。こや楽勝すぎてやる気しないよ。おいこらやる気ないからって適当に常識めんな。いいじゃん小牧の源太くん、中年探偵団やろ。コナンくんに謝れ。ちえ。そして同月島コンが広告事情もカンラーク。こっちの方も順調だな。あ、イベント始まった。地方統一おめでとうございます。まあこれだけ白取ってこれで終わりじゃあんまりだし、もうちょっとやりますか。さいですか。早速翌月推し城攻略。北条遠征続行だぜ。同月石川貞清と里見さんが飯山城を陥落。さすが里見さん、お強いぜ。あ、またイベント。地方統一から1ヶ月しか経ってねえ。就任したい役職を選んでください。ふう、戦っても楽勝すぎるし、三色エンドで終わりにしますか。だな。征夷大将軍は足利義輝が二条御所にいるので辞退するのが無難かな。つかこの世界征夷大将軍多すぎだぜ。でも関白で天皇陛下の補佐をイギリス人にやらせるのはちょっと。じゃ大乗大臣一択だな。安心には大乗大臣になってもらって、外務省を創設して海外外交に励んでもらいましょ。日本の蹴鞠を伝播してイギリスで流行らせようぜ。
ではこんな感じで青い目の侍、三浦按針編おしまいでございます。最初はイギリス人の三浦按針でプレイできるのでは？これは面白いと勢いで始めたものの、徳川の上乗っ取りなので楽勝すぎて遊ぶにはちょいとがっかり。お前あたおか難易度を聞きとしてやるタイプだもんな。でも群雄両乱シナリオだったし、俺杖プレイとしては楽しめたぜ。次回の予定プレイのゲームはこっそりこの動画の中に伏線入れてます。わかった君は名探偵だぜ。答えが気になる方は次回動画を、忘れないようチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。